今月の月刊 JFATV は U17 日本代表森山義郎監督と、今年4月に JFA ロールモデルコーチに就任した中村健吾氏をお迎えして、日本サッカーの育成年代の未来について語っていただきます。中村健吾ロールモデルコーチが U17 日本代表候補トレーニングキャンプを通して感じたロールモデルコーチとしての覚悟とは。やっぱり自分の発言の重みっていうのは、間違いなく彼らのこうプレイヤーのこう未来っていうのを変えてしまう可能性があるので、育成年代を未来へ導くために今指導者たちがやるべきことを考える。進行は育成年代を中心とした取材活動を始め、サッカー専門新聞編集長の経験を持ち、現在はフリーランスのサッカーライターとして活躍中の川端明彦さんが務めます。中村健吾さんがロールモデルコーチとしてデビューしたのが、今年4月12日から行われた U17 日本代表候補のトレーニングキャンプだった。中村コーチは選手たちにボールを止める、蹴るや相手選手の様子を見ることの大切さなども伝え、ピッチ上では的確なコーチングで精力的に選手たちに声をかけていた。このロールモデルコーチとは、将来を担う育成年代のキャリア形成において国内外のサッカー経験を積んできた選手を JFA が特任コーチとして抜擢する強化方法のことで、その第1号となったのが元鹿島アントラーズの内田篤人。その内田氏とともに日本サッカーの育成年代の指導に携わっている中村ロールモデルコーチに、自身のコーチデビューの感想を聞いてみた。中村さんは4月のアンダー17日本代表合宿からこうロールモデルコーチという形でこう入られましたけど、実際こうまずやってみてどの辺をすごく感じられたことあったら教えてください。いや、もう学びしかなかったですね、正直。もう何をやるにしても自分は初体験だったので、正直4月の時点ではめちゃくちゃ緊張してて多分すごく緊張感を持って入って、いや、どうしていいか分からない、何どう振る舞えばいいのかが分からないので、まあ、例えばマーカーを置いたりとか歩幅を測ったりとか、最初はそのまますごく緊張してたんで、コーチの富樫さんに、富樫さんこれどう置けばいいですかとか、いやそんな自分で考えろみたいな感じで、多分要は多分コーチってそうじゃないですか、いやそれまでは選手として全部それを受ける側だったんで、要は自分がコーチになった時にいかにこう動線というかトレーニングがこううまく進むイメージしやすいようなオーガナイズをしなきゃいけないっていうのも全部初めてだったんで、とにかく1日目はどっと疲れたことを受け入れる側としてはどうだったんですか。いやいやいや、もうキングが来んのみたいな選手もびっくりだと思いますけど、僕もびっくりというか、まあでもね、一緒にやらせてもらえるということで、これは利用するしかないなと引き出し用によっては選手にめちゃめちゃプラスになるような機会だったんで、僕はもう普段からスタッフにも本当自分の持ってるものを全て選手にぶつけてほしいということを要求してるんですけど、まあ健吾さんにもどうやってこう選手に発信してもらったり、こうね、コミュニケーションを取ってもらったりするか、どうしたもんかなって決まった瞬間からもう、どうやれば一番最大限に利用できるかなってような感じで、もうお話もらった瞬間から考えてましたね。さっき選手側も中村健吾来るみたいな感じになるって話ありましたけど、やっぱりこう現役時代を実際に生で見ている選手の終わったばかりの人が言う言葉の重みってちょっと選手にとって違うものですか。いや全く違いますよねまあ例えば同じこと言うにしても、昨日まで活躍してたその、ね、選手がその直接、しかもレジェンド的なね人が自分の目の前で
なんか言葉発してくれるということはもう選手にとっては本当にこれこの上ない刺激的なことだと思います。中村さん、逆にこうやって期待されてそのすごいものを与えてくれるんじゃないかみたいな見られ方をしながらいきなり指導に入るってさっき緊張されたって話しましたけど、はい、ちょっとプレッシャーもあったのかなと思って。いやいや、もうプレッシャーしかなかったでハードルはもう鼻から高いですし、ただ僕が恵まれてたのはゴリさんをはじめとしてスタッフの皆さんがもうすごく受け入れて快く受け入れてくれたっていうことがすごく大きくて、やっぱ僕も最初すごい緊張して入ってったんで多分それをさせてくれたんですよ、ね、いやもうどんどん好きなことを言っていいし、もう本当にやってもらって構わないって言ってもらったんで、まあ監督のお墨付きがあれば僕は動きますから、だからもう最初の練習のところからもう結構遠慮なくその指示というか声かけはさせてもらっていて、ただその、まあ、自分が去年までやっていた、まあ、フロンターレでやっていたことのその基準っていうのを彼らに提示をしてあげたいっていうのは、いやプロはこういうところでやってるんだよっていうのを、まあ、フロンターレも結果を残したことで、まあ、説得力は多分増したと思うんで、子どもたちもすごく聞いてくれる子もいましたし、森山さんどうでした、その1日目の指導みたいな。初日の、攻撃のなんかビルディングアップみたいな練習やってる時に、うん、もうちょっと横から感じたことをどんどん選手に伝えてもらっていいよっていう話をしたら、もうバンバン次指示してまあちょっともうだったらもうやってもらおうかなと思うぐらいの感じで。すごい積極的にっていうか、まあ、的確ですしね。で、ちょっと印象的だったのはそれを練習が終わった瞬間に、まあ、僕のとこ来てくれて楽しい楽しいみたいな話をしてて、あすげえな、このなんかね最初にこう指導現場に立って、まあどうしても選手っていうのはやっぱ選手プレーしてる時が一番楽しいっていうか、そこからね、まあ、指導者になるまで結構大きな壁を乗り越えないといけないところがあるじゃないですか。なのに最初のその指導現場のとこで、まあ、サイドコーチングをしてもらって、で多分こう聞いてる選手がすぐ変化すると、それを見てなんだこのなんか言ったら選手がすぐにこうね反応し良くなっていくっていうところで、なんだこんな楽しいのかみたいなことをなんかつぶやいてたのめちゃめちゃ印象的に、こんなこう一発目のトレーニングからこんな楽しい楽しいなんか言ったコーチ今まで見たことないなと思うぐらいの感じです。すいません。楽しかったですか、なんかそういう選手の変化が見られるみたいなところ。いや楽しかったですね、まあ、今までそれまでは去年までか、ピッチの中で後輩たちに指示出しながらやっていたものを、要は完全に自分が外に出た状態でやるんで、いやどれぐらい伝わるかっていうのは正直不安だったんですよ。だけどまあその一つ二つ選手たちに言葉をかけるだけで、例えば体の向きとかも意識するようになったりとか、そのボールが止まってないって言ったら止めるようにしようとしたりとか、要は反応がすごくやっぱり早い、若い選手は早いんで、まあ、それでね良くも悪くもプレーが変わっていくんで、で自分がこう言ってることが伝わってるなっていう瞬間、例えばボールがしっかり通ったりとか、うん、いい口ができたりっていうのを見てしまうと、もうそれは楽しいです、どうしたって。要は別にあれしろこれしろとは一言も言ってなくて、こうした方がいいとか、もちろんね、ボールを失ってしまうプレーは良くないですから、その時にはちゃんとこうした方がいいよって、こうしなきゃダメだよねっていうのを言うんですけど、けど基本的にはこう、まあ、そのシンクロコーチングっていうんですけど、その要はサイドコーチングでプレーしながらこう声かけして変わっていく彼らの様を見て、すごく充実感が、別の今までとは違う充実感があって、まあだからそこからが楽しかったって言ったんですけど、うん、なんか印象に残ってる場面とかありますか、練習でも指導で。パススピードが変わったことですかね。要はそのスピードじゃ遅いよっていうのを言って、で彼らが気づいて次の時にスターンってバーンって入れてくれた時に、要はその後こうよりスムーズになったわけですね、その受けた側が。それをだからちょっと練習終わった後に、いやパススピード速い方がいいよね、いいだろうって
バスピード速かったらいろんなことがこう緩急つけてプレーできるようになるからっていうことを言った後に、まあ、次の人がもうまたその選手が変わっていったところもあったので、うん、まあ、例えばですけどそういうところはすごく大きかったなって、まあ、あとはそのゴリさん の, そのこういうサッカーをやっぱり目指していこうみたいなのを枠がしっかりはっきりされている方なので、要はコーチ側としてはすごくこう沿いやすいというか、うんうん、何をし言ってあげたらこうより良くなっていくかっていうのをスタッフ間でも共有できているのはすごく自分とかではすごくありがたかった。だから何でもかんでも言うっていうことじゃなくて、ちゃんとこうみんなが成長するためにゴリさんが考えた枠組みの中で自分が何をアドバイスすればいいかっていうのが整理されていた状態なので、そういう意味ですごくありがたかったですね。逆にこうコーチとして優等生のコメントですね。ご飯回答で。いやけど本当にゴリさんはすごい、うん、さっきも利用してやろうって言ってたじゃないですか、うん、いや めちゃくちゃ貪欲なんですよね。その自分もいろんな人の意見を聞こうっていう耳を持ってくれてる方なので、だそういう意味ですごくありがたかったんですよ、うん、普通コーチにあそこまで権限戻せる監督いないと思うんですよ。しかも今まで一緒にやってたわけではなくて、パッとやってきた人にパッと任せるって難しいですよね。いや、なかなか考えられないんですよ、うん、だからすごく器が大きいんだなっていうのは、うん、あんまり言い過ぎるとなんかあの JFA に怒られちゃうかもしれないね。お前は自分の仕事を放棄して一人いやいや任せるのも監督の仕事です。いやでもね、まあはい、ま、僕のその、まあ、ポリシーじゃないですけど、選手にもお前ら武器最大限に活かせとか自分の持ってるものを全て出せって言ってるのに、指導者がね、監督はこんな言ってるけどコーチが言うことを制限してるとか、僕はそういうのあのすごい嫌いなん で、まあ、自分のあの自分が足んないなと思ってるからこそではあるんですけど、せっかく経験をたくさん持ってるコーチ陣が集まってきてくれてるわけだから、一緒にやってるスタッフに全部出してもらって、自分の力全部出してもらって、出し惜しみすることなく力出してもらって、自分も力借りて自分も学べるし、その中でこう、あ、こっちの方向はちょっとまだあの刺激されてないなとか、あ、この人がこんな結構な感じで言ったから、じゃあ自分はちょっとおじいちゃんみたいにちょっと優しくいこうかとか、なんか違う方向から攻めたりするのは好きなんで、うん、なんか世間のイメージ的には代表選手、年代別の代表選手というと技術的には相当上手い選手が揃ってるというイメージはあると思うんですけど、でも実際やっぱりこうなんか突き詰めるとやっぱ技術的にまだまだ課題があるなみたいな、そういう感触ですか？全体的に多分課題はあるんじゃないですかね、うん、って思って見てましたけど、うん、完璧じゃない、プロでも完璧じゃないんで、そうですよ当然、うん、その辺の指導っていうとこうなんか手応えみたいな部分どうでしたか？だから選手から話を聞いた感じ、結構そういう部分で健吾さんからなんかボールの止め方お前になってないみたいなことを言われて、ちょっと工夫してやるようになってるんですよみたいな話もちょっと出てきたりしたんですけど、多分彼らのその世代の中ではボールが止まってる評価を受けたりとか、うん、パワースピード速いって評価を受けてるけど、要はプロ入ったらそうじゃないから、いや多分大事なのは彼らの知らない世界を見せてあげることが多分大事で、で僕自身も、まあ、風間さんが来た時に止まってないって言われて、30過ぎで止まってないって言われたんで、でもうシャニムになって止めるようにしてったら変わってったっていう実体験もあるんで、要は子供たち選手たちに、いやいやそれ止まってない、もっとピッタッと止まったらもっといい次に展開できるよ、いい展開できるよって言えば彼らはそれにトライできるわけです。だからそれを言えるかどうかが多分すごく指導者にとってすごく大きいところだと僕は思っているので、まあ、それはまあ幸い去年まで現役だったっていう強みはあると思う、そこに。改めて恵子さん、どういう指導者になりたいみたいなのってちょっと見えてきたものとかありますか？まあ、まず、うん、その選手の可能性っていうものを極限まで高めてあげたいっていう、あくまで自分がやらせるのではなくて彼らがやりたくなるような形に持っていけるのが多分いいんだろうなって、まあ、僕自身も、まあ、そういう方たちに出会ってきたん で、あとは誰よりも多分勉強しなきゃいけないんです。
多分一番サッカーを知っていなきゃいけないのは指導者だと思うんで、ああいう世代の子たちに当たる以上、やっぱり自分の発言の重みっていうのは間違いなく彼らのこうプレイヤーのこう未来っていうのを変えてしまう可能性があるんで、すごく責任を感じてましたし、だその分やっぱり自分も準備して勉強して臨まないといけないっていう覚悟自体はやっぱりこのロールモデルコーチを引き入れた時はありましたから、あとはシンプルに彼らのことが見てて楽しいし好きだっていう、こうまあ感情移入かなりしちゃうタイプなんで、うん、まあ可愛いし、彼らが一人でも多くいいサッカー人生を送ってもらえたらなっていう意味で、自分のまあ18年やってきた経験値っていうのをこうエッセンスとして彼らに提供できるかなというふうには思っている。よく森山さんは自分で自分っていう石を磨いていける選手が上に、はい、上で生き残っていく選手なんだっていう話をこの年代の選手たちにされていると思いますけど、はい、まさに中村健吾さん、中村健吾さんはまさにそういうタイプですよね。そうなんですよ、うん、だから僕一応選手には言うんですけど、ダイヤモンドもね磨いてないとただの原石だけど、磨いたらピカピカに光るやつがまた代表クラスの選手だと思うんですけど、僕なんかそこら辺の瓦の石ころだけど磨いたら思い一生懸命磨いたらまあまあ光ったぞってお前ら原石なんかね、ルビーとかサファイアとか分かんないですけど、ダイヤモンドの原石なのに、まあ、ほとんどのやつが磨かないまま終わって、あいつあんな才能あったのにもったいなかったなで終わるやつが多いと思うんですよね。もともと才能に恵まれていたわけじゃない人がもう本当にちっちゃいことからコツコツ積み上げて、まあ、突き詰めてここまでたどり着いたというところはまあね、本当に大事なことじゃないかなと思いますね。指導者としてはもう本当に、まあ、かなりベースの部分ではそういうところが整ってるっていうかね、じゃないかなと思います。1ヶ月のサッカーニュースを振り返る JFA マンスリーリポート11月編。10月25日、フットサル日本代表監督を5年間務めたブルーノ・ガルシア監督が退任会見を行った。Y esa empatía que hemos creado desde el principio, pues la siento y me llevo a Japón dentro de mi corazón. ありがとうございます。そして11月22日、フットサル日本代表の男女新監督が発表され、新たな体制でのスタートを切った。強いだけではなくて、本当に他のスポーツからも、まあ、尊敬されるような、まあ、フットサルというまだまだ、メジャーとは言えないスポーツの価値というのを上げていくために、全力を、尽くしたいなというふうに思ってます。強化だけではなくて普及育成そして指導者の育成という面でも自分が力になれることがたくさんあるんじゃないかというふうに感じています。10月26日 J ビレッジで AFC U23アジアカップウズベキスタン2022予選グループ K の試合が行われた。 U22 日本代表は U22 カンボジア代表を相手に松木玖生選手のゴールなどで4対0と圧勝。28日には同じく J ビレッジで U22 香港代表と対戦。カンボジア戦から先発11人を入れ替えた日本は藤尾翔太選手が2ゴールを挙げるなど、こちらも4対0。来年6月にウズベキスタンで開催される AFC U23 アジアカップ本大会への切符を手にした。10月26日、第28回全国クラブチームサッカー選手権大会決勝が行われた。 FC ラソの西山隼人選手が1対1の同点で迎えた延長前半に決勝点、習志野シティ FC の連覇を阻み大会初優勝を飾った。天皇杯 JFA 第101回全日本サッカー選手権大会準々決勝、連覇を狙う川崎フロンターレは鹿島アントラーズと対戦。前半にオウンゴールで先制した川崎は後半3分、東京オリンピックにも出場した旗手怜央選手が追加点。鹿島に快勝し連覇へ向けまた一歩前進した。その他浦和レッズ、
セレッソ大阪、大分トリニータが準決勝進出を果たした。 JFA 第9回全日本 O40 サッカー大会が開催され、 PK 戦の末 FC 船橋が初優勝を飾った。サムライブルーが FIFA ワールドカップカタール出場へ向け、アジア最終予選グループ B 第5戦ベトナム代表と試合に臨んだ。17分、サムライブルーは南野拓実選手のパスに伊東純也選手が合わせ先制すると、この1点を守りきり、アウェーで貴重な勝ち点3を手にした。まあ、ゴールの場面は拓実からいいボールが来たんで触るだけでした。まあ、アシストの部分とかチャンスを作る部分はできてたんですけど、まあ、自分でゴールを取るっていう部分ができてなかったんで、まあ、今回やっと取れたかなっていう感じですね。続く第6戦、ホームでオマーン代表に敗れたサムライブルーはアウェーでのリベンジを狙う。後半開始から投入された三笘薫選手が果敢にドリブルで仕掛け流れを引き寄せると、伊東選手の2試合連続ゴールで勝利を収めたサムライブルー、ワールドカップ出場圏内の2位に浮上した。最初のプレーっていうのは結構大事で、流れを持ってきやすいところあるんで、まあ、そこを意識してプレーしました。11月12日から J ビレッジで今年度2回目の JFA ナショナルゴールキーパーキャンプがスタートした。ワールドカップにも出場した元日本代表奈良崎誠剛コーチ、川口義勝コーチも参加し、選手たちには大きな刺激となった。11月5日から7日には静岡でおよそ1年ぶりに JFA ストライカーキャンプが行われた。こちらには元日本代表大黒雅史さん、前田良一さんがゲストコーチとして指導にあたり、貴重な経験を選手たちに伝えた。日本サッカーの未来へ、育成年代から底上げを図る。日の丸を背負い戦ってきた選手たちと、その姿に憧れ走り続けた子どもたち、指導者たちはその夢を育み、仲間たちがその背中を押してくれた。日本サッカーを作ってきた全ての人に感謝を込めて、さあ進もう未来へ。最後にこうお互いに今後に期待することというか、そういうのを聞かせてもらっていいですか。代表とかを持つようなそういう可能性を大きく秘めた、まあね、指導者としては本当に類まれな、素養というか素質を持った方だと思うんで、まあ、年代別代表とかもね経験してほしいですし、ゆくゆくは A 代表を任したぞみたいな、まあ、こんなに言語力というかねを持ちながら、しかも言葉に熱を込めれる指導者の方っていないと思うんで、日本を背負う自覚を持って指導者として成長していってほしいなと思います。中間さんいかがですか。いや僕自身がこうずっとこうゴリさんをこう記事だったり見てきたときに、要はゴリさんを通った選手たちがやっぱりすごく結果を残しているっていうところは僕も見ていたので、何がそこにあるのだろうかっていうのはずっとこう現役の時からその記事を見るたびに思っていて、で今回、幸運にもゴリさんの元にこう配属させていただいてですね、その一端は見えて、あそういうことかと、言葉一つの書き方もそうですし持ってき方もそうだし、あそれはやっぱ選手たちこうなるなっていうのを分かった反面、まだまだ僕は吸収しきれてないところがあるので、そういう意味ではゴリさんにはまだまだその世代交代なんて言わずにもうずっと、まあもうこれ絶対嘘、もう絶対そんなつもりないと思うんですけどねいや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 、もう絶対子供ね好きだし、やっぱりこういう選手たちを育てるの絶対好きな方なんで、ずっとやっててほしいなって正直思う。その選手も育成するし、僕らみたいな年代の指導者を育成してほしいな、結構強めに思ってますじゃあそんな感じで
あの80歳ぐらいまでお願いします。でもね、燃えるものがある限りはね、それはね、うん、やっぱファッションっていうかね、どんだけ自分が本気になれるかだと思うんで、そうやってこうね、全体を押し上げれたらいいな、日本全体を。その子たちがね、やっぱり10年後、まあ5年後、10年後の日本代表をその支えるわけなんで、責任も重大ですし、はい、その分やりがい満載なんで、はい、また力を貸してください。ありがとうございます。すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。